こんにちは、シュウです。今回は神王の天空協会の4回やっていこうかなと思います。でね、フレンドでヨーユーが出てたんだよ。なんでちょっとヨーユー使ってみたいなってことでやっていきます。で、今回ボスがね、ゼウスバルカン読みなんで、もうすごい、すげえ火力でもうワンパンする予定で、どうしようかな。ここ、あ、初見だねこれ。ヨーユー、これヨーユーってやったらどっちターン数短いんだろう。ターン数短い方から使いたいんだけど、わかんないな。とりあえずヨーユー使おう。いや、ほんと火力すさまじいからね。ゼウスバルカンのギミックがわかんないけど、多分ワンパンいけんちゃうかな。でも、もうゼウスバルカン出る予定しかないんだけどさ。はいよ。オッケー。いいんじゃない？相手貴族生だけどいけるはず。7コンボも出てくれたね。オッケー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 。いいよ。いけ。いいわ。すげえ余裕だな、マジで。ヘリが圧倒的。わ、5回か。短いな。あー、なるほど。いや、でも優しめだね。そう、ヨーユーね、結構動画で言うんだけどさ、先生に対応してないんだよね。なんでちょっとでもね、強い先生だってやられちゃうんだよ。はい、いいんじゃない。で、ここで色があるね。色ある、完璧だ。で、ここで普通に倒します。うん、で、水は温存でいいか。左側でもう1コンボ分消せるけど、多分これで全然 OK です。うん、いいね。いや、頼む、でかい先生だけど、本当に全部ワンパンコースなんじゃないかな。いえ、まあまあまあ、エスパマリ使うのも全然ありだな。待って、スクールのリーダースキルはあれだ、貴族生がどうのこうのだね。で、このパーティー貴族生入ってないんだよ。なんで一旦耐えよう。さすがにそんな嫌なギミックなかった気がすんな。ここで水呼びます。水呼んで、はいよ、 OK。 水来い、水あるね。いい、完璧だ。いや、6コンボ吸収はいけると思う。うわ、強え強えめちゃめちゃ強え。ここで決めないと多分きついな。いや、いいね、いい、オッケー。で、今何回だっけ、4回かなこれ。うわ、そうだ、回復倍率乗ってんだね。これ何回だろう、まだか。いやー、もうどうしようかな。そう、こういうのあるから余裕やったんですよ。ちょっとさ、アヌビスでいこうかな。これでいこうかな。さっきっていうか、パートを、さっきか、さっきのパートで使ったアヌビスパーティーは解体してんな。はい、筋肉マンでいきます。やっていきましょう。なんで筋肉マンかっていうと、あれ、ボスの手前まで行ったから、もう先生がね、何来るか分かってんだよね。なんでちょっと筋肉マンでいきます。くっそ、やっぱ余裕だ。先生弱点だな、本当に。いや、でもあれぐらいの先生正直耐えてほしいけどね。まあ、でかかったけどさ、そんなめちゃめちゃでかいって先生ってわけじゃなかったからな。編成もちょっと悪かったのかな。覚醒バッジ HP とかにすればもうちょいいけたのかもしれない。3万どれぐらいだろう、3万5000ぐらい飛んできたのかな。ちょっとね、ミスっちゃった。うん、あー、そうか、先生来ないのか、貴族生いるから。で、ここ筋肉マン無難かな。とりあえず一回色を呼ぼう。色を呼んでもあんま意味ないのか。とりあえず筋肉マン使って多分倒すことになるでしょう。くそ、悔しいな。ヨーユーね、フレンド1人しか出てなかったんだよ。なんでもう一回ヨーユーで取り直すことはできないんだよ。で、これ筋肉使います。で、次なんだっけいや、でも次そんな先生、あいつだ、ラスみたいなやつ。なんで、あれだね、ここで回復しなくても大丈夫。そうだね、確かラスだな。生合ってんのかな、ラスで。いやー、回復落ち込む。いらねえよ、その落ち込む。いやー、いっちゃってるね。HP があれになってる。どうしましょう。うん、で、この次があいつだね。ロズエルだっけみたいなやつ。で、ここは、確かダメージくるんだよね。なんで、軽減貼って回復しよう。軽減貼って回復。軽減貼って回復。オッケー。やべえ。軽減貼れてない。ただ耐えれるでしょう。あー、すげえ。あれ、してこないんだ。やってこないんだね。あの、さっきのやつ。どうしようかな、ここ。
ここはこの量だけでいけるかな。次先生なんだよね。なんでワンタンにはしときたい。いや、いってんじゃないかな、この量で。ちょっと一回組みます。で、キー組んで、はい、いいんじゃない。オッケー、これで多分いけんじゃないかな。筋肉はね、本当に火力はね、すごいから、多分 75% 軽減の上からでもワンパンいけるはずなんだけど、どうです。イエス、いいよ。で、次先生だもんね。先生、うん。で、次はあいつだよ、ゼウス・バルカン知らないけど、ゼウス・バルカン読み。これ火あるかな。ないな。あ、待って、でもさ、これさ、ゼウス・ディオスにもこのパーティーなら対応してんじゃんかな。待って、これならさ、回復しつつ突破の方がいいんじゃないかな。回復してバルカンにも、確かディオスでかい先生あるもん。うわ、色がね、筋肉は使、いや、これだね、これ使おう。6号クソ、地で下手くそだな。で、ここでしっかり組みます。押し込みがね、確かないから、ここでしっかり組んどかないと。はい、オッケー、多分これで落とせると思う。で、どっちでも OK。 ゼウス・ディオスでもバルカンでも、バルカンのギミックは知らないけど、ゼウス・バルカンでも OK。 うわー、いや、待って、これ耐えれるかな。一応回復は満タンだけど、いい、来た来た、これこれある。で、これディノバル確か攻撃エンハンスでしょ。攻撃エンハンスして、でですよ、エルゲネ、いや、エルゲネビ使うと多すぎだな。ただエルゲネビの落ちやすいゾーンは欲しいんだよね。うわ、難しい。ただ色的に、いや、落ちやすいのにかけよう。ちょっと分割できないっす。やべ、初見だ、初見攻略だ。どう、いや、下手すぎだけど、これしか分かんない。ちょ、落ち込んで火来て、火来た、行ってくれ。やったやったで、次ゼウス・バルカンだ。ゼウス・バルカンのギミックで、なんだろう、なんか何も思いつかない。ダメージ無効ありそうだな。ダメージ無効あると思う。他になんかギミックあったっけ、パズドラ。なんでドットキャラ、あ、7×6 なんだ。で、確か6階層だよね。どれでいこう、次。これでいこうかな。でもなんか違うパーティー使いたいんだよね。いや、これ使いたいんだけど、フレンドさんが多分いないんだよな。ちょっと次、多分ドットキャラ入れて、なんかでやります。はい、終わります。バイバイ。